千勝寺は山形市緑町にある新州大谷派の寺院。三号は西上山。本尊は阿弥陀如来殿かすが作。文明十五年、本願寺第八世、蓮如の皇帝、岩将が現在の天道下塊に草案を立てたことに始まる。第三世、小峠明の時に千勝寺をこうする。第四世上喜びの文禄四年、もがみ義光の娘で、 豊臣秀治の次女だった駒姫が、豊臣秀吉に、無本の疑いをかけられた秀治に連座し、わずか十五歳で処刑されてしまうという事件が起こる。吉光はこれに深く悲しみ、翌年、駒姫の供養のため、駒姫の聖母である大崎夫人が、浄土真宗に帰依していた関係から、高玉にあった当時を山形の尿道工事に意見した。 その後、慶長3年に八丁四方の寺領を寄進して、現在地に移転、壮大なランを混流し、十三火事の達中を持つ寺内町を形成した。この界隈は、以後、仙商、寺町と称され、現在でも多くの寺院が残る。高玉の寺跡には、岩行寺が混流されている。仙商寺の位置は、笹谷街道から北に入る位置であり、仙台への備えとして、 戦略的に重要な場所であった。また、寮内の新州系寺院96か、寺を千昇寺松寺とすることで、一向一揆を抑える狙いがあった。境内面積は4,974坪。本堂は、大広間、表門とともに、元禄16年の建流で、現在でも山形市内における寺院の中で最も広大な建物であり。 江戸時代中期の木造建築物としては東北第一とされる。書院、栗、修郎は慶長年間の建築で、盆章と修郎は山形県の指定文化財となっている。本堂の四隅にある力士像は佐神五郎作と伝えられる。山門を入って右側に立つ第一町は別名、雪降り銀南と呼ばれる。根回りが7.5メートルある巨樹で、 山形市の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。